今日は島戸ねり子さんのご飯をちょっとアレンジしました。召し上がれ。オイル 100% 島戸ねり子さんのご飯が良かったど。そうなんだけど、もったいぶって半分にしてみました。美味しいよ、とんちゃん。今日はね、ブロッコリーとサーモンの方だよ。あとマカロニね。水分が多いとなかなか食べづらそうなとんちゃんです。美味しいね、スープ美味しいね、美味しいね。偉いよ、トンは。美味しいね。紙ご飯の部分だけでもいいから食べて。今日はその他に白いご飯と卵とホタテとスープを足してます。今黒いのが広がってるのはとんちゃんの腎臓のサプリです。炭、偉いね、トンは。おー、すごい。あー、すごい。まずは嫌なスープを先に飲んで、何からいきますか？まずはスープを飲んで、マカロニを、お、ペーしなかったね、えらいぞ。マカロニ食べて、次は何行くかな。炭なめて、マカロニに行ったぞ。またマカロニに行こうと思ったら口から落ちたかな。次は何食べるかな。おー、とんちゃんすごいね。えらいよ、えらい、えらいね。やっとスープがなくなってきてご飯が見えてきたので、ここからご飯食べてくれるといいな。なになに、ブロッコリー、ブロッコリーを場外には出さずに食べました。えらいね、とん。あいら緑のものは大好きだからな。あとは何があるかな、何があるかな、とんちゃん。うん、今度は何だ、今度は何だ。場外、マカロニかな。マカロニです。マカロニ目、美味しいね。マカロニね、柔らかく煮てあるので、いや、茹でてあるので、もう全然とんちゃん硬いもの嫌だから大助かりです。わあ、おいしい、おいしいね。
マカロニ美味しいね。ママが茹でてもこんなには食べないね。なんでだろう、なんでだろう、なななな、なんでだろう。もう母ちゃんはご飯食べてんのにうっせえな、うっせえ、うっせえ、うっせえな、おいらが食べているんですよ。お、次は何だろう。常梅サーモンだね。サーモン食べた。うまっ、えらいとんちゃん。サーモンは体にいいからいっぱい食べてほしいんだよ。次は何だろうな、何だろうな。お、今度は何だろう。おいしいね。今日最近とんちゃんがハマってるお豆腐は今日は入ってませんね。お豆腐おいしいのね。おいらいぞ、場外出しまくり、ベタベタ拭けばいい、拭けばいいのだ。それなんだろう。あ、ホタテかな。それホタテっぽい。おいしい。味しみしみだよ、ホタテ。ブロッコリー、ブロッコリーおいしいね。きっとみんな付き合ってくれるからゆっくり食べていいよ。うん、トンは偉いな。まだ炭のコアな部分は食べてないんだ。炭苦いんだろうな。ん？今度は何食べた？美味しい？美味しいね。ベロで押しちゃったらさ、取れなくなっちゃわない？あ、そこ見えてきた。すごい、たんちゃん。そこ見えてきたよ。やだ、ママ嬉しいわ。卵の白身場外。ママがスプーンで食べささないでさ、自分で食べてくれるのを見てられるって幸せなんだ、ママ。お、そこが見えてきたぞ。えらいね、トン。すごいね。えらいね。うん、トンちゃん頑張るマンだね。次は何かな？ん？場外。なんだ、ペ。拾ったの。卵の白身っぽいな。マカロニー。マカロニ美味しいね、とんちゃん。お、大きいマカロニいったじゃん。大きいマカロニ食べてんど。オーラはおマカロニ食べてんど。うん、美味しいね。次は何だろうな。とんちゃん次何だろう。ん？それは何ですか？え、置いた。これホタテだよ。いらね、いらねか。回避も気持ち悪いかな。そこが美味しいのに。えらいね、トンはね。ご飯全部食べたらさ、あれ食べよね。ご飯全部食べた子だけだよ。全部食べなきゃね。もう10分になっちゃうよ。
場外。いいよ、とんちゃん。あら、あとなんだろう。よいしょ。あら、ちょっと景色が変わったわ。すごい出し方した。場外。すごいね、とんちゃん。はい。おいしいな。おいしいな。水分全部飲んでくれただけでもさ、かなりの栄養が体には入っているよね。えらいね。もう島根とり、あ、うん、島とねりこさんのご飯は何も残ってないね。マカロニがあとちょびっとだけ残ってるだけか。あとサーモンの切れっぱし。ママのご飯はこんなに残っています。いいよいいよ、とんちゃん、とんちゃん、はい、まだあるぞ。はい、頑張れ頑張れ、16歳、まだまだいける。ん、あれ、あ、これ下に落っことしたっけ。ここに乗せてなかった。スプーンで寄せてあげんね。スプーン、よいしょ。はい、寄せたいよ、スプーンで。お外に落ちたのはいいや。はい、でご飯、もういい？もういい？あとじゃスプーンで食べようか。うん、お口に残ってただけだと。うっせえな、お母ちゃんは。ちゃん、ちょっと飽きてきたみたいなので、残りはママがスプーンであげることにします。